まあ食事会だったりそういうあと遊びを比較してやるっていう、まあ、そうやってるんですけど、今基本毎月誕生会をやってるんで、その月の例えば12月だったら12月の誕生日の子全員回る日決めて、今度は21日ですけど、まあ3時間ぐらい居酒屋さんで、まあ、それはだから毎月やってるので、ちょっとまあうちは今2店舗ですけど、横使っても大丈夫ですよ。あ、すいません、あの横のつながりも、ね、っていうかみんなあのなんですかね、まあ子供っていうかおとなしいっていうか、そんな休みの日もなんかやることがないんですよね。一人でどっか映画行くとか、そんななんかサークルに入るとかそういうのがないんで、結局は社員同士で遊びに行きたいんですよ。でもやっぱり休みが合わないから、まあそういうのも含めてあのまあ慰安っていうか、それはその休みの日にやるんですよ、そのお店。